細野敏春は、静岡第一テレビ元社員、元取締役編成事業局担当、元アナウンサー。身長185センチメートル。大学卒業後、1977年4月に山梨放送へアナウンサーとして入社。山梨放送当時、ラジオ番組、青春キャンパスで全国のキャンパスリーダーが一堂に会した企画の際、 ジャイアントババのモノマネを披露し、谷村新次賞を受賞している。また、1995年に、オウム新理教が、自動小獣密造事件の釈明を行った際に、キャスターとして、富士生流少女へ出向き、幹部だった村井秀夫にインタビューをしている。1999年3月をもって、山梨放送を退社。同年4月、山梨放送と同じく、日本テレビ系列で、 隣接県の坪根である静岡第一テレビへ移籍。アナウンサーとして報道番組を中心に出演。その後アナウンサーから管理職、そして同局の役員へと昇進していった。日本テレビ系列のアナウンサーの同期で局の役員になった人物として田中和彦がいる。2016年6月に取締役事業局担当を中村克博へ引き継いだ。 ありがとうございます。